皆さんこんにちは、カズシーズチャンネルの時間がやってまいりました。本日はですね、こちらの静岡館総本山に来て、今日はね、僧侶の僧侶にいろいろとお話を聞いてみたいと思います。それでは、行ってみよう。はい、鳥居がある、いつも死んでもいいようにさ死ぬ気づくでしょ。死ぬって言うと死ぬじゃん、死ぬ気で生きる。あ、俺が死ぬって言うとそうじゃない、はい、でまた先生って言う、あ、本当だ、丸々の世界に、世界に匂い残す、ニコライって言うんだよ、ニコライ、ニコライさんって言うんだよ、ニコライ先生で洗礼受けたんだよ。懺悔したんだよ、懺悔した。あ、洗礼受けたんだ。そう、本当本当、悪いこと言われてたから懺悔したんだ。まだこっち最近経ったから。あ、なんかすごい広いですね。うん、積み込まれました。大久保会長になる。そう、前向こうだった。ああ。城の里も、あと山と山全部。ああ、そうなんだ。はい、私。ああ、そっか。すごいね。はい。その方がよくね、忠義なきゃダメだね。はい。バババさんとここね、若参りってよかったね。ああ。天の命令あんだよ。はい、天命。はい。あと使命。はい、自分もやらなきゃなんないことだね。はい、住所で名前考えたんで、はい、指導会員の中で考えたんで、あれ使わなかったら、はい、まだ教師の、ああ、流中の中で考えたんだ。考えたんだ。33、30だからちょっとずつ申しにって書いたの。俺はまた沈黙ね、はい、沈黙、はい、これは取ったのね。来年ね、はい、こう完成やろうかなと思って。すごい広いですね。宮本のことなかったもんな。はい。向こうだった。でさ、ちょっと命だ。お前命年だからな。そんなでしょ。で、これはさ、根性者ね。まあ、そういう命。一番下は高森の奥さんね。はい。ちょうどに耐えた3時ね。はい。で、腰からなんだよ、遠ざけの。ああ。9時ね。はい。1時、2時、3時、4時、5時、6時、12時まで。そうそうそう。でこれは、その時はあんま土地なかったんで、どん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 買ってた。運がいいよな。すごい広いですね。そうだろ。どんぐらいまだろ。いいとこだろ。でこの向こうにね、桜の里ってある。そこにね、あの奏での森ってね、はい、今年出来上がるの、11月か12月頃できたら来たらいいよ。あ、あのグランピング場、そうそうそう、はいはい、作ってんだよ、はい、通ってきました。そうそう、いいとこだろ。はい。でこう一周 3.7 キロ、はい、3マイルぐらいで、はい、ダッシュ、はい、これロープとか、はい、あったら自然トレーニング。そうそう、自然、はい、あれ、あのグレシーが自然の中で、ああ、ヨガみたいなのやってましたね。やるだろ。はい、本当ああいうのが一番いいですよね。そうそう、高田君はね、負けた、やったじゃん、プライド、はい、あの時はね、安城とね、リング上がる時にね、はい、抱き合ってたんだよ。あ、高田言ったんだよ、あれもう負けてるよ、佐藤がさ、はい、教えてたの言って聞く。あ、安城が同時破りってどこされてるんですか、はいはい、そう、殺されてもおかしくないんだよ、はい、機械トレーニングしちゃった。グレーシーはさ、自然な、自然の、はい、北を連れてた時は、グレイジの弟、はい、ホイス、うん、あれ北のシカゴの生徒だった、はい、日本語で話しかけてきた、本当に
木村先生と戦ってたよな、はいはい、ああそうですね、うん、はい、お父さんの取り仕事全部並べたんだ、へえ、誰も言ってない、これでもすごいっすね、多分宮本さん業者よ、税じゃないですね、これやってみな、上げてみな、多分上がったもんね、こじされた、ちょっと行って正確、下に石入れてるからもうバランス取れてるよ、やっぱり違う、すごいな、 俺の弟子でさ、はい、リング上げちゃって言って解体や、はい、かつこんな体としてるの、はい、あでもそんなに思ったり重たくないですね、多分担いで上げたと思うよトレーニング片手で、そこのさ、ダッシュするだけ、ダーッとダッシュする、はい、取りやるの、はい、メンタルトレーニング昨日練習してで戻ってきてた、はあ、これあのさっきと取れる、ああそこでも150ぐらい、300キロ上げるからな、でもあの3本ぐらい持ち手がないから、宮本がこのままぶっ上げ体使ってたよな、うん、若き竹丸先生57キロなんだよ、3倍上げるんだよ、うん、宮本君でも体重100キロぐらいでしょ、うん、だから若き先生といい勝負してる、いやいやいや赤木先生はあの時代であれはもうすごい、俺もっとすごいと思ったんだよ、57キロしかないんだな、まあすごいよな、食べ物とかサプリメントも違いますからね、そうだよな、でも偉いよな、自分はそのまっすぐだけ体使ってあげるってさ、正直それでもすごいよなそれだら上がんないよなあ、大したもんだよな、あの優勢とキーチをさちょっと鍛えてもらえてるんだ、こういう石でトレーニングした方が多分強くなります、ね、いいだろ、そうそうそう、ひょうたんなの、すごい綺麗に作ってる、ショーを出したね、あの死や己を知る人のために死して書いてくださいって言ったのね、御子自身古きを尋ね新しきを知るね、でも真実一郎ってさ誠を極めるのね、小山先生書いて、この時松井館長は入門した年代って言ったよ、お松井君来たらええな、いらに見せてやって、松井君来たら、なんかそこにあって、緑君も松井君が来てんだよ、へえ、挨拶お前残念しろさ、あ、本当だ、ちょうど下大変だよな、でもね、松井館長一番大変、大山先生の後取ったから、はい、比べられちゃうんだよ、あ、まあそうですね、だから俺は気が悪くなるんだよ、文献一本どっこだろ、はい、松井君がなんだかんだ言っても頑張ってる、はい、空手うまいしね、もともと松井君と緑家に仲いいの、あ結婚式札を出したの、はい、オールスターやるからなんとか仲良くしろって言ったのね、緑君が今もう勢いになっちゃってるから避けちゃったよ、周りがなこうやってるんだな、本人は絶対仲いいんだよ、そうですね、難しいな、俺も言うのも疲れて、あの番組ね、フジテレビ出したの1時間半奥村町とかだ、で15分間空手のコーナーがあったの、今懐かしいよ、いいね、歌番組で、ね、出てたの、でも大したもんね、15分間空手のコーナーがあったんだよ、うん、1時間の中の歌謡のなんか YouTube 一郎かなんか昔一この辺の来るんだよ、一郎空手一郎ってあの野球の一郎、昔な、昔魔性の女って言われてるけど真面目いい子だよ、この子お母さんは俺と同じ年なの、山田さんっていうの、この作法ではこの写真を、インサピュー、これ面白いな村上だったよ、村上でしたよ、村上だ、村上でしたよな、小島問題についてなんですけども、うん、小島さんもね、あの普通はね、あのすごくいいとこたくさんあるの、はい、夜中から帰ってるから夜中、はい、うん、で自分でこう想像してっちゃうわけね、はい、で彼の取材はいつも朝方電話だっけ、でなんかあの精神安定剤みたいに飲んでる、裁判所であなたダメなんですよってそういう判決もらわないと本人は分からないんだね、あ